おはようございます。速稼塾の久保です。4月12日火曜日なんですけども、先週に引き続いてですね、月曜日かなり多くのドラマがありました。ちょっと今回の動画長めになりますけども、講義を前半で、後半に、相場解説をこちらからお送りいたします。まずは講義になりますけども、昨日ですよね、12時お昼正午の時点でヒゲが出てますので、こちらの方ちょっと復習を込みでお話していこうかと思います。まず一つ目のヒゲが出ている点なんですけども、ここです。このヒゲの意味わかりますかね。このヒゲっていうのは、早い方で上級者の方、この辺から仕込んだ人、中級者の方でこの辺で仕込めた人で、初心者の方でこの辺で仕込めた方というふうに、いつものように3種類に分かれますけども、もちろん上級者の方っていうのは数が少ないですから、その分ロットが大きいんですよね。で、その方のロットが決済されたのがここに出てるわけですよ。で、中級編の方ですよね。ここで入られた方、こちらの方っていうのは、ここでは何をしてるかっていうと、ヒゲが出た後に決済してます。ヒゲが出てるのを確認して決済してますので、どちらかというとこちらの陰線の方に決済の証拠が出てるってことになりますよね。で、初心者の方っていうのは、実はね、ポジションが解消できずに、まだ、ここに留まってる状態で、それでもう一回、値段が上がらないかな、ヒゲの方まで戻っていかないかな、っていうふうに、うろうろしてる状態なんですよね。まあでも、含み益は出てると思います。こういうふうに3種類に分かれます。まあ、この図だけでそういうふうな解釈が成り立つかどうかっていうのが問われてるわけなんですよね。そしてもう一つ、上級者の方なんですけども、戻しますね。上級者の方はですね、このヒゲで決済したのと同時に、次の時間軸ではすでにですね、売りを立てているんですよ。ね、売りを立てているところで、その売りがたくさん溜まっているんで、土日を含めて、ここで大きなんですね。窓を開けて、ここからのスタートになってます。で、上級者の方で、ここでエントリーした方は、ここで利確をしますから、その勢いがあってですね、窓埋めに入るんですよ。だから窓の解釈っていうのは以上で成り立つわけなんですけども、窓が出た後はね、常にこの形になってますので、今回の講義、ちょっとね、永久保存版にしておいてください。その後、窓が埋まったことを確認して、ぼちぼちとチャートを見始めた中級者の方が、買いでエントリーしていきます。つまり、中級者の方は上級者の方がどう動くかを見て、エントリー、決済を決めているんで、どうしてもね、ワンテンポ、ツーテンポ遅れるんですよ。で、中級者の方が大きな流れを作ったのを見て、初心者の方が一番最後に、少ないリスクで少ない利益を求めて入っていくんですよね。これはでも、初級者の方っていうのは誰もが通る道なんで、これはこれでいいと思うんですよ。そしてその初級者の方が辞めずにずっとこの現象を捉えていくと、中級者に入っていって、そのあたりではもうね、すでに生活費が稼げるようになってますので、あとは上級者に向かうだけってことになります。ここまでで大体1年から3年かかると言われてますけども、大体ね、FX で退場する方って最初の半年で4割ぐらい退場して、で、7割ぐらいが1年で退場するんですよ。ですんで、私が今お話したことにたどり着く人はあんまりいません。私の相場解説をご覧の方っていうのは、速稼塾の塾生さんが、ほぼ全員だと思いますけども、おそらくですね、数年単位でやろうと覚悟している方ばかりなので、今日に至るまで FX をされている方は大体もう利益が出てるんじゃないですか。今年に入って利益報告かなりいただいてますんで、累計で100件以上の利益報告いただいてますよ、FX につきました。たまに紹介することがあると思いますけども、昨日いただいたメールでは、1日で20万以上の利益を取りましたってことをね、言ってくださる方がいて、この方はね、昨年の年末に参加してくださった方なんですよね、速稼塾に。FX の相場解説が役に立って本当に良かったなと思いまして、動画でね、返信メールを送らせていただきましたけども。合わせて一般公開動画で、皆さんへのメールも送らせてもらったということになります。じゃあ、今回のこの講義は復習終わりということで、ヒゲの意味ね、よく捉えておいてください。ヒゲはちょっとね、実態に比べると難しい考え方になりますので、実態が解釈できてない方は今回のヒゲの意味ってのは、今回ね、よくわかんなくてもしょうがないと思います。次のシートいきます。じゃあ、講義の二つ目になります。はい。125円を突破しましたって書いてますよね。これが昨日の15時の時点なんですけども、上級者の方っていうのは、ここで売りを決済したのと同時に、ここで入った売りを決済したのと同時に、すでにもう買いを入れてるわけなんですよね。その買いを見て中級者の方が参加して、最終的に初心者の方がこのヒゲのところでエントリーしてくるっていう流れは、前回の講義でお話しました。
先ほどまでの講義でね。で、こっからぐーっと伸びてきたときに、じゃあ誰がこの決済をしたのかってことなんですよね。これは、当然ですけども、125円を意識していた、この上級者の方とか中級者の方が、まあ揃って決済したんで、ヒゲを出さずに、こういう風な形になってるんですよね。で、同時にこれでね、ここで売りで入ってる人はあんまりいません。で、売りも同時に、上級者の方が売り、あ、何?買いの決済と同時に売りを入れちゃうと、ここみたいにね、ヒゲが出ちゃうんですよ。まあ出ないこともありますけどね、ヒゲが出ちゃうんですよね。でも今回は、押し目を睨んで、そんなに深い幅で下に降りていかないだろうってことを考えたんでしょうね、きっと。うん、で、そういう方は、買いの決済はしたんだけども、売りのエントリーはしてないんですよ。むしろもう一回買いで入れるような押し目を待ってる状態だと思います。それがこのチャートに現れてるわけなんですよ。わかりますかね ?125 円っていうのは、多くの方が随分前から意識してたポイントですよ。だから、今回の意味合いっていうのはちょっと変わるってことです。で、今お話してるのは実体の話になりますので、実体の意味の方が先ほどのヒゲよりもちょっと簡単になります。ヒゲってのは往々にして、ここのようにね、買いを決済した、買いのポジションを決済したのと同時に、大きく売りに入ることを見込んで、売りの決済も同時に入れちゃうからヒゲが出るんですよ。で、急速に逆回転が起きるわけですからね。で、まんまとまだまで出ちゃったわけですよね。うん、そういうふうに解釈すればいいと思います。ただこれが事前になかなかわからないんですよ。私も自信がないので、先週末にはお話ししましたけどもね。ただ心の中にはその手もあるかなと思って、捉えてはいました。ですので今回こうやって解説するんですけどね。はい、125円突破しましたね。じゃあ次行きましょう。じゃあ次はね、ちょっとね、時間軸を変えてデイリーを見ますよ。デイリーなんですけども、昨日の18時の時点で上昇トレンドが継続したことを確認することができるのが日足なんですよ。というのが、ここのポイントをブレイクしてですね、大きく上に抜けていったのはもう周知の事実ですけども、ここで125円にタッチした後、急速に逆回転して、これはだから前回お話したように、買いを決済した上級者の方がそのまま売りも入れてるんですよ。で、売りをここで決済してるんですよね。だからダブルパンチで儲けてるってわけなんですよ。さすが上級者でしょ?で、ここで決済して、さらに買いを入れてきてる。押し目ってのもちょうど意識しますから。だから往復ビンタで取って、ここに登っていって、で、ここを超えたわけですよ。ヒゲのゾーンを。だから上昇トレンドが継続しましたよって形が見えるわけなんですよ。で、この図でここまで解説できる方いますかね?解説できたら、もう十分、勝ち金が年間1000万のレベルですよって話ですよね。まあ私もまだまだですけどね、1000万ぐらいで浮かれてはいませんけども。じゃあ次です。はい、これがね、今朝12日の朝4時です。今が5時ですから1時間前ですよね。上昇トレンドの形がここで確定したよねってことをここでおさらいしておきます。ここのポイントを超えてブレイクした後に N を作ってしっかりと上に上がって125円カツカツではなくて125円中盤でしっかりと固定されているところです。N の字も3000と輝いてますよね。まだこの形ができる前から私は N ができるというふうなお話をしていたと思いますけども、納得できたでしょうか。ヒゲの理論も分かった方がいるんじゃないですか。で、ヒゲを出さない場合の上級者の方の資金の動きも分かった方がいるんじゃないですか。売りと買いを同時に入れたのか、それとも決済だけしたのかってところですよね。はい。それでは、ここから本日の相場解説になります。時間にして5時です。これが日足なんですけども、先ほどお話したように、上昇トレンドの継続がここで確認できます。もうすでに、ヒゲ先も抜けてますので、125円はクリアして、ここから130円に向かうと思っていいでしょう。ただすぐに130円にスッと向かうかどうか、ちょっとね、慎重にならざるを得ません。今週中に130円に行くっていう予測はちょっと立てにくいですね。ただ、上昇トレンドになりましたんで、もしエントリーするんだったら、買いしかありません。それを前提に4時間見ていきます。4時間なんですけども、こういう風な形になってますね。こういう風な形ってどういうことかっていうと、もう一回確認しますよ。ヘッド&ショルダーが、ちょっと壊れちゃいます。不成立。で、下に下がりませんでした。ということは、ここからは上がっていくってことなんですけども、そうなってるでしょ?ヘッド&ショルダーの頭も超えたでしょ?髭先も超えてますよね。だから、これは上昇トレンド、新しい展開ですよってことです。1日足と、それから4時間足が上昇トレンドに入ってます。右肩上がりです。じゃあ1時間見てみますよ。
はい、1時間も右肩上がりですね。ということは、エントリーするのは仮しかないってことなんですよ。ただし、ちょっと気になるところがあります。それは、ここが、ちょっとですね、うにょうにょっとしてるんですよ。ね、横ばいに入ろうとしてます。でも、ここのように横ばいに入るかどうかわかんないときに、しっかりとね、上に目指してってところがあると思います。この二つの丸って、形が似てるんですけど、意味合いが全く違います。どんな意味合いが違うかっていうと、ヒゲなんですよね。ここはなんで赤いところにヒゲが出てるかっていうと、この辺りで仕込んだ方が、ここで決済するのと同時に売りも入れてるんですよ。だから窓まで上げてズバッと極端に下がったんですよね。そしてもう一つ違う点は、土日を挟んでるよっていう点なんですよ。窓ができやすいんですよ。そっから昨日一日かけて一方的に上に上がってきましたけども、通常でしたらね、気持ちよくどんどん上に上がればいいんですけども、ここにヒゲも出していない。だから、売りのエントリーがあんまり入ってないんですよ。それとは対照的に、今度ね、ここに下ヒゲが出てるんですよ。だから上昇の勢いはあるんですけども、残念ながら、ここでですね、止まっちゃってるんですよね。そればかりが緩やかに下に下がってるんですよ。だから横ばいに入るんじゃないかなっていう判断ができるんですよね。意味わかんないですかね。いや、意味わかんなければ、ちょっとね、もうちょっと修行した方がいいですね。もう今日はここまでね、講義を積み重ねてきて、ここが今日クライマックスですから。なんでここで横ばいに入るのかってことは、ここまでで説明したことが理解していないとわかりません。じゃあ今日はそろそろ終わっていこうかと思いますけども、今後どうなるかってこと、今日火曜日ですけども、今日はね、エントリーするならバイなんですけども、私は様子を見ようかと思います。通常は火曜日にエントリーするんですけども、今日はちょっと様子を見ようかと思いますよね。ちょっと横ばいに入る可能性があるんですよ。ですんで、125円の間はちょっとエントリーしないでおこうかなと思います。125円を抜けるか抜けないかぐらいですね。具体的に言うと125円の910もしくは126円。このあたりを超えて上昇したらそっからエントリーしようかと思いますね。それまではちょっと休憩します。随分調子よく行きましたし、土日も十分ね、大きな利益を出してクリアしましたんで、ちょっとここで一息ついてブレイクタイムに私は入ろうと思います。水曜日、木曜日に一発、ちょっと大きめのエントリーをして、金曜日に決済っていう、そんなね、今週一週間にしようかと思いますけどもね。もうすでに金曜日のところまでね、見えているってことなんですけども。まあ、その動きを見て、130円まで、どのぐらいの期間で行くかっていうペースをつかもうかと思います。すべてはテクニカルで起きてますので、どんな画面からも説明がつくんですよ。で、私の説明がつかない部分っていうのは、おそらく、もうね、年収が数千万から億を超える人の考え方だと思いますので、とてもじゃないけど、そこまでは私勉強しようと思いません。もう私はね、年間で1000万前後うろうろしてればもういいんでね。ですので、もっと高いレベルをお目指しの方は、私の動画ではない、もうちょっとレベルの高い動画なり、コンサルを受けるといいと思いますけども、なかなかそういう方って見つかんないんですよね。はい、どうもありがとうございました。以上でございます。本日も頑張っていきましょう。もしエントリーするなら、倍しかありませんけども、横ばいに入りそうなんで、私は一日様子を見ます。以上です。